ドラマ「傷だらけの天使」、都会に生きる探偵コンビの物語。萩原は脚本作りから参加し、随所に強いこだわりを見せた。子分の明役には水谷豊。実はこれ萩原の推薦によるものだったのだ。すごくね、誠実な人だなと水谷さんのこと思ってたんですよ。実は二人は太陽に吠えろの第1話で共演していた。撃てよ、俺の血でおめえみたいなやつじゃねえんだ、撃て。マカロニが最初に捕まえる犯人を演じたのが水谷豊だったのだ。なんだと。そして今回、兄貴お久しぶりです。水谷豊です。照れますね。萩原の兄貴がね、マカロニ刑事で二人でもう走ったりなんだりこういろんなシーンがあってやってる時に、その時にふとね、こう言われたんですよ。芝居好きかいって聞かれたんですね。そんなこと言ったの？で突然聞かれたので、で僕曖昧な返事したんじゃないかなと思うんですけど、でもその時になんかこうちょっとその時からちょっと気に入ってくれたのかなという後で思えば、で推薦してくれたんじゃないかと。僕はもうその頃もういつ辞めよういつ辞めようってそう思ってた時なんですね。この世界を向いてないと自分で思ってたものですからね。よしじゃあこれやったら辞めようとそういうふうに思った頃でしたね。ですから傷だらけの天使が後々このようなことにならなければすんなり辞めてたろうと思いますけれども、やっぱり感性が突き抜けてますよね。いつも何かアイデアを考えてくるんですよ。ですからある時から楽しみになりましたね。どんなことを今日はやろうとしてるんだろうっていうことをね。いつまでもあの感じの兄貴でいてほしいなと僕は思ってるんですけれども、健康でその元気でいればきっとまた何かいつかご一緒できるようなことがあるかもしれませんし、もちろん僕も体気をつけますけれども、それ以上に兄貴は体に気をつけて、ください。照れちゃいますね。